皆さんこんばんは、リスイッツ様、お疲れ様、カンソンです。今日はスペシャルコラボということで、同級生の、ミュージシャン、ドボルザーク・コイチ曲、南風。南風なんでやねん、それ梶原さんの。あ、そうか、デビス。カモン、ロックオンビーツ、騒ぐなよって、パンだぜ。カモン、カモン、ロックンロールビー騒ぐなよ出番だぜカモンロックンロールビー。皆さんこんばんは、リスイッツ様、お疲れ様、カンプソンです。今日はスペシャルコラボということで、同級生の、ミュージシャン、ドボルザーク・コイチ君新曲発表ということでおめでとうございます。ありがとうございます。今日はドボルザーク・コイチ君の新曲、南風。南風なんでやねん、それ梶原さんの。あ、そうか、デビス。なるほど。それ本来だよ。あ、そうか。ということで、今日、ついに新曲、ドボルザーク・コイチさん、YouTube 開催10周年おめでとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ロックンロールビート、いきたいと思います。はい、よろしくお願いします。お願いします。カメラマンは、カニブル、はい、マオちゃんです。はい、お願いします。で、これは、今日は、ドボルザークさん、のお店で。はい。古い宮田がいて、コトさん、はい、オーナー塚本の駅前に並んできていただいて、オーナーがね、美味しいお酒と美味しい食事をいただいてカラオケもできるということで、収録までできるということですので、やっていきたいと思います。では、ドボルザークコーチ、ロックンロールビート、お願いします。ありますか？お願いします。で、はじめはコーチ、コーチコーチだな。オーケー。歌詞をどうだ。鉄の斧が吹いて、なぜそこに楽器を Rock and roll beat。
だぜ。カモン、ロックンロールビー、ロックンロールビー、タイトに決めてやるさ。ロックンロールビーと神様 VS ザボルコーチ、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。それではまたリリースの日まで、アディオー。